ピリジニウムは C5H5NH で表されるカチオンである。ピリジンの強薬酸である。ピコリン、ルチジン、コリジン等、チカンピリジンを含む多くの関連カチオンが知られている。これらはピリジンを酸で処理することで得られる。ピリジンは化学反応における有機塩基としてしばしば用いられ、ピリジニウムジオは多くの酸に塩基反応で作られる。 その塩はしばしば有機溶媒に不要であり、そのためピリジニウム脱力複合体の石質は反応の進行を示す。ピリジニウムイオンはまたフリーデルクラフツアシル化反応においても役割を果たす。ピリジンが含まれると旧電子的なアシル元と複合体を形成し、より反応性を高くする。ピリジニウムカチオンはヒュッケル族に基づく方向族イオンであり、 ベンゼンと等電子的である。ニコチンアミドアでニンジヌクレオチドは、生物で広く見られる N アルキルピリジニウムカチオン、である。酸性プロトンが、アルキル元で置換されると、その化合物は、N アルキルピリジニウムと呼ばれる。単純な例は、N メチルピリジニウム、C5H5NCH3 である。商業的な観点から、重要なピリジニウム化合物は、除草剤のパラコートである。 ありがとうございます。